金曜反省会。5時45分になりました。こんばんは。HBC ラジオ金曜反省会のお時間でございます。今週の担当、今週もという感じでしょうか。3週連続ですいません、 HBC アナウンサーの山内陽一です。そして HBC アナウンサーの川端浩一です。よろしくお願いしたいと思います。こちらこそよろしくお願いします。もう本当すいません、3週連続ぐらい出ちゃってまして。いやいやもうレギュラーですね、レギュラー出場率は確かに8割3分3厘ぐらいは空いてるから。素晴らしい。いやいやいや、もう私はね、意外と久しぶりで、このシーズンは2度目。あの前回がいつかもう忘れましたけど、10月ぐらいなんですが、まあその時もあの途中から、ね、人生相談の先生としてというか、第3のアナウンサーとして登場したので、はい、こうやって頭からというのは今回初めてと、ね、今期はね、まあ野球シーズン中はですね、一番顔合わせてますね。そうですね、そうですね、もうこの2人が顔合わせてますね。ただね、この2人でこう番組のスタートを切るというのが、果たしてこのリスナーの皆様の望んでいたものなのかどうか、ね、どうなのかっていうね、50代の男性2人で始まるという、先週まで男3人だったんですよ。それで来週こそはみたいな声もあったんですけど、ちょっと今週も嫌な予感がしますね。第3どうなるんだろうって感じですよ ね、あのここだけの話、あまり期待しないでいてください。本当ですか。あ、いやいやっていう感じですけど、で事前にね、川端アナウンサー、X で、写真も載せておりまして、悩んでる姿が X で見られますけれども、もうでもね、後ろ姿がこっちっぽいけど相談内容がこっちっぽくないんだよな、もしかして引っ掛けかって、これマサさんからいただいたんですけど。なるほど、正解ではありましたね。正解、そうですね、後ろ姿は私でございました、悩む姿を X に上げておりますが、相談内容は6時台にもご紹介して、 X でもご紹介してるんですけども、まあちょっと相談内容がぽくないかなっていうね、そんな声もいただいてまして、まあ後ほどねまたご紹介しますが、そうですね、忘れ物を減らす方法はというのがね、今私の相談内容になっておりますので、後ほど第3のアナウンサーがね、きっといい解決方法を教えてくれるのではないかなと。はい、爆走仮面さんもアラフィフ50代の親父トークもいいですよっていただきました。ありがとうございます。本当にね、はい、串頃さんも暴走キングの山ちゃんと HBC で一番の高貴なアナウンサーのこっちか。そういう感じになってるんですか、ね、キャラ的にはね、なんかね、位置的にはそんな感じなんでしょうか、はい、ということでこの番組、週末への入り口、金曜日の夕方、この1週間を振り返ってみんなでワイワイ反省しよう、反省して学んでより良い未来を作っていこうじゃないかという前向きな番組でございます、でこの番組、固定の出演者はおりません。毎週 HBC アナウンス部から誰かがランダムに登場します。でなんともこの自由な、スタジオ内の様子は HBC ラジオの公式 YouTube チャンネルの同時生配信でもお楽しみいただけております。男2人手振っております。50代の男は誰も、でも授業はないでしょうけど、本当すいませんって感じですけど、で番組では我々の反省のツッコミ激励、で今月12月はですね、2023年の反省、大きなテーマで、大きなテーマで、これテーマにですね、あなたからのメッセージもお待ちしておりますね。こちらにお寄せください。メールは反省アットマーク hbc.co.jp、 反省のスペルは hansei アットマーク hbc.co.jp。 そして XQTwitter には、ハッシュタグ金曜反省会をつけて投稿をしてください。ハッシュタグ金曜反省会です。はい、旅熊さんも、あれ今週も男祭りの予感っていただいてますけども、ちょっと予感がね漂ってますね。そうなんですか、第3が誰来るのかってのも、あまり本当に期待はしないでください。期待ってそんなこと言ったら、第3の男嫌な気分で聞いてますよ。そんな期待されちゃってないのみたいな、私だったらがっかりしますね。そうですか、まあそれも含めてお楽しみいただければと思います、では6時半までお付き合いください。今週の反省、さあ最初のコーナーは今週の反省でございますが、今週1週間に起きた反省について語り合おうと、こういうことですが、なるほど、なんかありましたか今週。今週ね、1週間で、立て続けに3回物をこぼしたっていうのが反省ですね。先週だっけな、森優香アナウンサーがね、あの物を食べこぼすっていう悩みを、食べこぼすっていう悩み言ってましたけど、食べこぼすんじゃなくてね、1回目は
まあ、朝パンを食べようというので、こうバターをね電子レンジでちょっと溶かそうかって、まあ小皿に入れて溶かしてふんふんなんてこう出そうとした時に手が滑ってパリンと割っちゃった。あらららららら。まあね、これだけならまあたまにはありますよ、手が滑ることも、はいはい、ところがね、その翌日かその翌々日ぐらいに今度は丼でご飯を食べようって言ってご飯をよそって、うん、さあっていう時にまた手からポロリと、あら、落ちてパリーンって割れちゃった。それは老化現象、ちょっとこれ老化現象が来てるのかなと思って気をつけていた矢先にまたそのさらに1日後か2日後に今度はね、まあ、正確に言えばだから鍋をこぼしたんですけど、鍋普通のあれ調理用の、そうそうそう、味噌汁が入っていて、いる鍋があって、で私朝ね一番出るのが遅いんですよ。妻が最初に出勤して、子供が登校をして、私の出勤が一番最後だったんですけど、はいはい、その鍋がこうコンロの上に残って、このままじゃちょっと傷んじゃうしな、うん、冷蔵庫に入れようかって言って冷蔵庫の前に出勤前に持っていたところでつるんやってしまいましたか。もうだから本当にあれですよ、出勤直前ですよ、うわに冷蔵庫の前に味噌汁をぶちまけてそれを全部慌てて持ってきた雑巾とかで拭いてねそれから出社するっていう、このなんとも一日の始まりとしては最悪のスタート。最悪ですね。そうそう、もうだから地下鉄も間に合わないかもしれないっていうぐらいのね、結構ギリギリの時間にぶちまけたので、あ、まあ本当最悪の1週間でもあり、ちょっとその自分で自分が信じられなくなるというかねこれだけものを本当ですか、なんか滑らせたりこぼらせたりこぼしたりしていて大丈夫なんだろうかっていうちょっとなんかこう心配もよぎるんですけどね、本当なんか急速に老化現象が進んでるのではないかなっていうそんなにこぼしちゃうとね、食べこぼしじゃなくて手からこぼれ落ちる、手からこぼれ落ちる、あらららら、そうなんですか、いやちょっと残念だ。残念、確かにね、そんなんで遅刻した日にはね、そうそう、いやいや、ちょっと味噌汁がおこぼしって拭いていてですね、申し訳ございません、そんなこと許されると思ってんのか言い訳としてもかなり苦しいし、苦しいですよね、そうですか、そんな反省が、まあそれはね、そうだから、まあ不幸中の幸いは洋服にそれほど被害がなかった、はあはあはあ、その上に着替えまでしてたらもう 100% 遅刻だったんですけど、まあ、洋服の方はね、まあ、拭けばなんとかなるぐらいのレベルだったので、まあもういいやこれぐらいはっていうので、出社したっていうのが、まあ今週1週間の反省のね一つでしたね。あれなんで出社前にそういう事件って起こっちゃうんですかね。そうよく起こりますよ ね、 ね、そういう得てしてそういう時でしょ。得てしてそう、あの犬がね、あの場所じゃないところで漏らしたとかですねこの忙しい時に拭く時間をもうないんだって時間がみたいなね、いわゆる粗相ね、犬のね、そういうのもありますよね。あったりしますけどね、串尾路さんも、俺も45歳超えた頃からコッチのように食べ物をよくこぼすようになりました、かっこ苦笑老化ですよ明らかに、って言ってきました。これまずいっすね、だけどね、このペースで進んでたらね、ねえ、いやそうですか、いや、あのガンちゃん配送中さんもね、コッチさん形あるものいつか壊れるものです、どんまいですよっていただきましたね、ありがとうございます。もうね、慰められるようになるといよいよこう気遣われるようになると、いろんな意味でね、苦しいなっていう気もするんですけれども、寂しさも込めてね、そうそうそう、ありますけど、まあ、温かい励まし本当にありがとうございますね、ありがとうございます、私反省というかですね、私結構こう番組でこう自分のチブというかですね、恥ずかしい話を結構するんですけど、はい、それを結構聞いて、もうそんな本人言っても忘れてるわっていうことがあったりするんですけど、はい、結構ね、なるみっつの水野アナウンサーとかもよく聞いてて、山内さんこうこうこうなんですかとかって結構たまに言ってきたりするんですけど、堀内大輝アナウンサーがもう19年後輩ですよ、僕の。堀内大輝、あ、はいはいはい、堀内大輝アナウンサー、ね、この間、そうそう、山内さんって新人の頃ネクタイ結べなかったって本当ですかって言ってきたんですよ。19年後輩になんてことを言うんだとそんなことありましたっけ。あったんですよ、あったんですけど、本人も忘れてて、おそらく昔昔ラジオかなんかで言ったんでしょうね、なんでそんなこと知ってんのって言ったら、堀内大輝アナウンサーがこの間ね、 TBS にザ・タイムっていう番組担当してて、はいはい、朝のね、安住さんの TBS の安住紳一郎アナウンサーと一緒に、なんか番宣取りかなんかで行ったらしい、でその時に安住アナウンサーって結構個人情報ばらし屋さんなんですよね。安住アナウンサーが、
知ってる？山内陽一さんって、うん、新人の頃ネクタイ結べなかったんだよっていうのを仕入れてそれをやってきたっていうのがあってですね。なんでだけど安住さんはそんな山内さんのプライベート情報をしてたんですかね。仕入れるんですよあの人。気にして人のことをいろんなことをやっぱりいろいろ調べてるんですね。調べてるんですよ。個人情報、安住紳一郎の個人情報バラしたね結構有名で番組で結構こう言うじゃないですか。はいはいはい、あ、ついにそれ俺も回ってきたかってそういうのを仕入れてですね、なんか言ってきましたですよ。いやでもね、うん、ネクタイはね、うん、まあ、もちろん、いや山口さん本当に結べなかったんですか。ちなみに新人の頃結べなかった。もう一生懸命な、昔、今だと YouTube とかね、はい、あ、動画でこう解説とかあってできる時代じゃないですか、はい、当時そんなのないからもう絵で見て、いやできない、いやできないとか言いながら言ってました。確かに、まああれ慣れてないと結構複雑な作業というか結び方ではありますもんね。そうなんですよ。私がね、うん、新人の頃っていうか若い頃にあったのは、時間がなくて結びきれなかったっていうね。ほう、当時まだアナウンス部に泊まり勤務っていうのがある頃でね、はいはいはい、まあ、夜だから最後のニュースを12時前ぐらいに読んで、はい、朝が5時台か6時台か忘れましたけど、はいはいはい、まあ、それぐらいの時間にね、で会社の仮眠室っていうところで仮眠を取るんですけども、はいはい、まあまあ言い訳はするはいろいろあるんですけど、結果としては要するに寝過ごしたと、はい、うん、まあその時、まあ言い訳としてはね、一緒に泊まっていた技術のスタッフがその目覚ましの設定時刻を変えてたとかね、まあいろいろあったんですけど、はい、まあ結果としては要するに私はニュース直前に目が覚めた、まあ、直前は大げさなんですけど10分ぐらい前ね。10分で寝きたい寝きたい寝きたいって言って、うわーって閉めてるともう間に合わない、下読みもしなきゃいけない、まあ、なんかいろいろやっててね、はい、マイクテストもしなきゃいけない、結局だからね、襟を立てたままなネクタイを中途半端にぶら下げて、おはようございます、ニュースをお伝えします、今朝どこどこで何々がありました、でなんとかやり過ごして、まあ、まあやり過ごしたっていうかね、だけどね、やっぱ襟が立っててネクタイもきっちり結べていなかったので、まあ非常にこう体裁が悪いというのかね、まあ結びきれずに読んだっていうのはありましたけど、ありましたね、鮮明に覚えてますねそれは。やっぱり僕も、ありましたよね。そう、当時泊まり勤務ってのありましたよね。山内アナさん入った頃まだギリギリ残ってたのかな。ありましたよ、ありましたよ、一番最後のニュースを読み終わって、仮眠を取って、早朝もそのままニュースを読むっていうね、はい、勤務ありましたですよ。だね、今思えば、うん、最近などは結構夏場とかもうクールビズファッションが定着して、ネクタイをね、うん、しないで読むっていうことが公共放送など含めても多いですよね、だからまあしっかりと襟付きのシャツを着てジャケットを羽織れば、その時もそんな慌ててね、ネクタイネクタイネクタイって言って結ばなくても、まあ後から振り返ればね、なるほど、うん、十分ニュースとしては成立していたから、下読みの方にむしろしっかりと時間をかけた方が良かったのかなという、思い切ってノーネクタイでね、ノーネクタイでねっていう、まあ、28年ぐらい経っての反省っていうのはあるんですけれども、うん、まあその時はもうそんなこと思いつかないですから、ね、確かにね、慌ててネクタイぶら下げて、そうそうそう、襟立てて、うん、っていうようなことはそういえばありましたねでも確かに、ね、もう極限までテンパると、うん、もうど何が正解かっていうのも分かんないから、そうそうそう、手順も誤るんですよね、誤るんですよ、うん、ネクタイ結べなかったですねどうやってこどうやってみんなこうサシャシャシャってやるじゃないですか、どうやってやんだろうと思って、確かにね、うんうん、だから今となってはまあほぼ半自動的に結べるものも、新人の時はそういうこともあったというのを安住アナウンサーに、そうバラされた、バラされたっていうね、しかも19年後輩の堀内にバラされたっていうそれをまた言ってくるっていう、あんまり恥ずかしいことばっかり言うもんじゃないなと思いながらですね、まあでも彼のやっぱり情報収集能力はさすがですね、すごいっすね、うん、そうやってね、うん、行くんだって言っといてよとかって多分おそらく言ったんだと思いますけどね、はい、なるほどねということでございましてね、はい、ということでいろいろね、反省もありますけれども、6時台もですね金曜反省会続いていきますんで、この後もぜひお付き合いいただきたいと思います。
第2スタジオ人生相談。人生には様々な不安や悩みがあり、毎日が後悔と反省の連続です。でもできるならば後悔したくない、反省に至る前に解決しておきたい、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこのコーナーです。同僚のアナウンサーやリスナーの皆さんがあなたのご相談に応じます。改めましてこんばんは。 HBC ラジオ金曜反省会、今週の担当 HBC アナウンサー山内陽一と川端浩一でございます。はい、第2スタジオ人生相談。このコーナーはですね、アナウンサーが抱えるさまざまな悩みを将来大きな失敗や後悔、そして反省に至る前に解決しようというものでございまして、ぜひラジオ機のあなたも解決へのアイデアをお寄せいただきたいと思います。じゃあ改めてこちらで、はい、はい、メールは反省アットマーク hbc.co.jp hansei@hbc.co.jp、 XQ ツイッターはハッシュタグ金曜反省会をつけてお寄せください。はい、ということで、事前にね X でも写真が載っておりますけども、今日はですね、なんと川端浩一アナウンサーのもう手からね物をこぼれ落とす以外にもあるということなんで、反省が。そうなんですよ、だからね、最近人生においてこのエラー動作というのが非常に増えていてですね忘れ物も多いんですよ。忘れ物、これもね今週の反省でいいぐらい、ここ2日続きなんですけれども、おとといね、ちょっとその仕事関係の方から大層立派なお菓子を、まあ、年末ということもあるんでしょうかね、はい、送っていただいて、自宅の方に送っていただいたので、はいはい、もうすごく立派だったもんですから、これちょっとうちっていうかね、家族では食べきれないから、じゃあ会社に持って行って、はい、アナウンス部のみんなでね、はい、食べようっていうことで、もう紙袋も用意して入れてさあ行くぞって言って出たつもりだったんですけれども、会社に来てみたら、あ、ないよっていうのでねまあまずそのお菓子を忘れちゃったのが一昨日だったんですけど、昨日はスーパーに買い物に行っていて、まあ、会計を終えて、エコバッグとかに詰めるときに、はい、やっぱり重いものから詰めていくでしょ、ね、もちろ もちろんまずじゃあビールとかね、はい、缶詰、はい、で、まあ、一通り詰め終わって帰ったつもりだったんですけれども、あれって家に帰ってみたらね、そういえば買ったはずの板チョコとシュークリームがないぞ、っていうのでまたお店に戻ってすいません、忘れ物台の上にありませんで、ありましたよ、シュークリームとチョコレートですね、あ、取ってあったんだすいません、お手間をかけましてって言って戻ってきたのが昨日。あ、そうなんですか。これもね2日続いてるんですよ。あ、すごいですよ、50過ぎたおじさんがね、板チョコとシュークリームっていう、まあ、言い訳をさせてもらうところ、私が食べるためじゃなくて子供に頼まれてね、ちょ、板チョコ買ってきてって言うから買ってきたんですけど、まあ、でも結果としては50過ぎたおっさん板チョコとね、まあ、シュークリームは実は自分のためだったんですけどまあだからこれもねすごく恥ずかしいことで、でね、実は結構子供の頃から忘れ物が多くて、はい、まあ、子供の頃の話を挙げればもうキリがないんですけれども、はい、教科書忘れたとかね、小学校の低学年だから、私が小学校低学年ですか、まだな70年代半ばぐらいっていうのはね、結構なんというか世の中が、なんて言うんでしょうね、こうお母さんがお家にいるのが前提っていうの、はいはいはい、だからすごく厳しい先生で、おばあさん先生だった、忘れ物をしたら親に持ってきてもらいなさい、だから、あ、定規忘れたって言ったら家に電話をかけさせて、先生の目の前でね、お母さん定規忘れちゃった、持ってきてって言って親が自転車で持ってくる、その翌日はコンパスを持ってきて、その翌日は体操着みたいな感じでね意外にしなさいあなたっていう、まあ、まあそれが先生の狙いでもあったんでしょう、はい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 、いい大人になってからも、3年ぐらい前ですか、よし今シーズンの初滑りだって言って、スキーに行って張り切って靴を履いて、ストック板をね、履いたらストックがなかった、まさか、ノーストックで一日滑りましたよ。おいおい、ノーストックでやったんですか。やった、やった、まあ、これもね大したことじゃないんですけど、ゴルフ、張り切ってねラウンドに出かけて、まさか、ね、ドライバーショットとかを打って、まさか、グリーンに乗ったら今度はねパターがなかったいやこれもねクラブハウスで気がつけばまだ
レンタルパターを借りるとかいろいろできたんですけど、はい、もうねグリーンに着いた後なんですよ。うわもうしょうがないからもう違うクラブでね本当ですかパッティングをしながら18ホール乗り切ったっていうこともあったりとかねお、まあ、とにかくだから実は結構忘れ物が多くて悩んでいる、はあ、じゃあ老化現象ではないですね、まあ、もう昔からあるっていう元々の気質に老化現象まで加わって、手に負えないことになっているので、うん、なんとか解決する方法はないでしょうかという川尾さん覚えてます僕ね、ええ福岡でね、はい、福岡当時福岡ドームかな、うん、もう10年ぐらい前だと思うんですけど、はい、僕と川端アナウンサーで2人で中継しに行って、はいはい、でねその時は一緒の飛行機に乗って福岡の空港からそのまんまね、荷物を持ってまず球場に向かったんですよ。あ、はいはい、大体そのパターンですよね。そう福岡で、うん、球場でナイターの中継終わって、うん、で全部荷物を持って同じ宿舎にタクシーで戻ってくるっていうルートだったんです、はい、で宿舎に着く直前に、うん、着いた時かな、うん、やっば荷物球場に置いてきたと思って、うんでビーッとついて何千何百円ですあー球場に置いてきたと思ってこのまま戻ろうと思って川さんすいません僕荷物球場に置いてきちゃいましたあ俺もって言われてありましたねそうあの中継資料はお互い持って帰ってきたんだけどそうスーツケースの方を全部丸ごとそう当時の福岡ドームに置きっぱなしっていう、あ忘れっぽい人一緒でよかったーって一緒に戻そうなんですか戻りましょうかってだから、ね、そういうことがねそう結構あるんですよねありますねいやもうねこれ話し出したらキリがないんですけどいや、うん、あの今年もねあの本屋で本を買っていやこの話だけで終わっちゃうんだこれ解決する前にで会計をするときになんかねいろいろ荷物を出した、はい、名刺入れをどうもその本屋のカウンターに置いて忘れてきちゃった名刺入れそう、はあ、お金は払ったんだけど、はい、本は買ったんだけど名刺入れを置いてきちゃったやってます、ね、そしたらね名刺にほら全部 HBC アナウンス部川端浩一って書いてあるからおお HBC アナウンス部に電話があっておまた電話取ったのが部長ですよ牧野でお宅の川端浩一さんという方がひょっとして当店のカウンターに名刺入れをお忘れではないでしょうかで牧野部長からメールで連絡が来ました川端さん名刺入れを本屋に忘れてませんでしたかすいません私でございます取りに行ってから出社いたしますっていうね先週して出社したっていうのもまあつい3ヶ月か4ヶ月ぐらい前で結構やってますね結構まずいなっていういやまあだからもう事例はもういいのでキリがないので、はいはい、ぜひ解決方法を方法ね皆様に教えていただきたい、そうですねじゃあ、うんせっかくなんで、はい、もう一人期待されてない人をですね期待されてない人って言っちゃいけない解決策としてもねあまり期待はできないけどあスタジオに入ってもらおうと思いますが、はい、第3のアナウンサーがやってまいりまして、はい、相当期待されてなかったですよ、うんね、どうもほらねもう声からして期待できないもん声からして期待できないってどうも、はい、淵上博之です淵上アナウンサーよろしくお願いします、なんかいつも顔合わせたら3人だなって感じですけどね確かにねなんかおなじみのっていうかね新鮮味のないシーズン中の球場でもよくある組み合わせですしそうですよ、まあ、もっと言えばアナウンス部の席も非常に3人とも接近していて僕だと向かいが川端さんで横が淵上さんですからねまあだからもうほぼねアナウンス部の机をそのまま放送席に移しただけっていうようなスタジオに移しただけというような、こんな私に人生相談の答えを求めるんですね、ぜひ教えてほしいなとこんな時代が来るのね淵上アナウンサーに川端アナウンサーの悩み相談されるってい う, っていう、ね、こんなマウント取れるなんていう時代が来るとは私だって答えたくもないですからね本当にねなんかもうちょっと空気悪いな今日はいやでもね、うんうん、ちょっと聞いてましたけど、はい、具体例が多すぎる、うん、多すぎるよねいや普通は一つ二つ多くても三つぐらいだけども湯水のように出てくるからちょっと話してきましたねなんかどれに対して答えていいか分かんないまあ結論を言うともう手遅れですっていうしかないでしょこれだけあるとねそれじゃ番組が成立しないでしょだからいやゴルフ場に関してはね、私も一緒にプレーしてる時にクラブ忘れてきたっていうのは見たことありますよ、はい、だいたいそういう時は決まってその前のショットでナイスショットして浮かれてるかミスショットして心折れてるってその場の感情に左右されてるんですよで切り替えができずにそのまま進んでいってクラブ忘れたっていうのが大体ですね、そうそうゴルフ場でねよくあるのが置き忘れね、はいはいはい、持ってくるの忘れるっていうのはさっきの話なんですけど、うん、グリーンの近くとかにねクラブを置いて忘れちゃうっていうのが結構気落ちしてる時とかあるんですよね、うんうんうん
そう、それを吹き目なさに見られてるかもしれない。ああなるほどね。またスリーパットしちゃったとかいう時に、それまで打ってたクラブをね、全部置いてその場に次のホールに行っちゃうとかいうことも確かにありますね、うんうん、そういうのはありますね、うん、あじゃあ目の当たりもしてるってことですね。目の当たり、そうですね、であと一番最初お菓子の件、あ、はいはい、まあ、あのお菓子を持ってくるの忘れたって話ですよね、うんうん、大体でも私も忘れ癖が結構ありますけど、うん、まあ、あの端的に言うと大事に重要に思ってないってことですよね。そうか、だからその、あの送っていただいた方、ああ巨匠の方か知りませんけども、はいはい、大して巨匠だと思ってないんですよ。いやいや違う違う、でアナウンス部に大層なお菓子を、いただいて持っていこうと思って、アナウンス部のことを大して考えてないんですよ。どうでもいいと思ってるから、いやいや、どうでもいいと思ってるから結局そのお菓子もは、ね、袋に詰めて持っていくっていうところで肝心なところで忘れてしまう、はいはいはい、だいたい忘れ物って優先順位が低いから忘れるわけですよ。だから言葉では大事だとか巨匠だか尊敬するとかアナウンス部にとかって言いますけども、口並べるんですけども結論としては大して何も考えてないんですよ。考えてないですか、厳しいことをね。解決してくれてなくて単なる批判でしょこれ。いやだって本家テレフォン人生相談の大原恵子先生、これよりもっとひどいでしょ。そうでしょうね、厳しいでしょ。あ、そうでしたっけ。厳しいですよ。はい、いやだから、うん、ね、そういう優先順位を高くするっていうことが忘れないっていうことの第一かなと。まあ確かにね、反省の一つとしてはその送っていただいたことにはすごく感謝をしていて尊敬もしてるんですけど、 その仕事先の方は、はい、アナウンス部に持ってくるってことに関しては、うん、確かにさほど、うん、さほど人生においてプライオリティは高くなかったかもしれない。なんかメモ書きとかなんかないんですか、しないんですか。あのその持っていく出社用のカバンのところにメモでこう貼っとくとか、あとそのカバンの横にベタッとこう必ず持っていくようにとか、玄関前に置いとくとか、うん、いやあのね、正蔵さんからメールいただいて、はい、その忘れ物を減らす方法でね、はい、まず前日から準備してバッグ入れておき、出かける前に30分ほど余裕を持ってもう一度確認するように心がけてるとか、うん、もう事前にこう、うん、準備しておくとか、うん、メモ紙貼っておくとか、うんうん、でもそれ確かにその通りなんですけど、はい、その用意していたことを忘れたりとか、メモ紙貼っていたことを忘れてしまうっていうことがあるので、だから私は準備万端、この立派なお菓子をね、アナウンス部に持っていくぞ、自分でいろいろ倉庫の中から紙袋とかを出してきて、はいはい、よし持っていくぞと言って置いたところから忘れてるわけなので、アナウンス部のことを大して考えてないからそうなるんですよ。だから物はそういうふうに大事だなと思うんですけど、でその優先順位をやっぱり上げるためには、うん、とにかくまあもう日頃からですけれども、感謝の気持ちを持って誰を感謝の気持ちを持つんだよ誰に。だその例えばですよ、じゃあ聞きますけど、牧野アナウンス部長からちょっとこれをやって、うん、HBC の勝田社長からちょっと川端くんこれやってくださいって言ったの忘れますか。あなるほど、実況の担当日があって、うん、その日をすっぽかすなんてことありますか。それに比べると確かにフッチーから言われたこととかすぐ忘れちゃうからねさほど重要に思われてないもうまさにさほど重要芸能芸ですからね優先順位下の下なのでそれぐらいこう、まあ、上げるためには、うん、まあ、半数をするっていうことがまあ一つですけど、ね、現実的には、うん、ペナルティーを自分で犯すっていうのはどうですか。自分に例えば、うん、お小遣いが減っていくとかそうですし、まあ、ゴルフ大好きな川端さんで言うと、うん、まあ、3回ぐらいミスするとゴルフを強制的にキャンセルするとかね、予約してたのにキャンセルするとかね。なるほど、自分で自分にこう、うん、負荷をかける、負荷をかけて、で最終的に追い詰められると優先順位は上がるっていうね。あ、うん、なるほど。で一番されて嫌なことをするように、うん、なんか例えば仕向けるとか、うん、はあ、そういうようなことでペナルティーを作るとかね。じゃあ分かりました、スリーアウト制で、スリーアウト制、今後3回忘れ物したら我々におごりましょう、それいいです ね、 ね、それすごい嫌なことだから、うん、あちょっとプライオリティは上がってくるかもしれないですね、そうですね、うん、なるほど。申告してくださいよ、ちゃんと、ちゃんと申告してくださいよ、ダメですよ、言わないと。それから忘れ物減るかもしれない。でメモ紙貼って忘れ物したすみませんって私たちに謝るメモ紙も貼ってなんか正直あまりいい解決法とは思わなかったけど、ただちょっとだけ参考になったのは、あの
プライオリティがね確かに低いっていうのはあったかもしれないからこれからはあの、ね、より皆さんのことを大事に思いながらそうですよ、うん、暮らしていこうかなと、うん、ちゃんとアナウンス部の人たちに食べていただこうっていう、そう大きな思いを持つ感謝と謙虚の謙虚ですよ、感謝と謙虚、そういただいた方へのこう、うん、ありがたみ、いただいた方へのありがたみはあるんですってだから、うん、あるんですって、うん、それはわかります、うん、はい、なんとなく該当する方がわかるので、はいはい、まあでもねちょっと参考になることもありました、うん、なんかそのね罰ゲーム性はなんかちょっと嫌だなとは思いますけれども、うん、アドバイスも胸にね、これからは少しでも忘れ物を減らしていけるように、金曜反省会のリスナーさんにプレゼントすればいいんじゃないですか、そう、それが一番いいですね、あ、みんなが喜ぶね、一番ね、そう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 、それが一番嫌だっていう、いや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 、そのことですよ、もうあ、そういうみんなが喜ぶことなら喜んで、でもそうするとプライオリティ低くなるからですね、うん、はい、お、米長瀬名アナウンサーが聞いてるみたいで、X で、中継から会社に戻る社内です、今日時中継やってましたからね、はい、コッチーこと川端アナの反省が面白すぎる、明日は何を忘れるんですかいやいやそう期待されても困るんですけれどもあ、まあ、米長アナウンサー先ほどね今日時で中継やってましたけど、そうです、その帰りにも聞いてるみたいですよ、うん、聞いてくれてるということで、ちゃんと忘れ物カウントして、そう、まあ、私たちというかアナウンス部に、もう含めてね、はい、全員ね、はい、リスナーさんとアナウンス部のね、楽しみにしてますよ、はい、米長待ってるぞ、あのおごりがおごりがすごい嫌な方向に行きましたけど一定の、方向性見えたということでね、はい、皆さんありがとうございました、はい、ということでありがとうございました。あの頃の反省。さあ、あの頃の反省でございまして、この時間はですね、サイコロを振りまして、はいはい、出た目が示す人のエピソードをもとにトークいたします、はいはい、淵上アナウンサーがカメラに向かって持ってくれてます、今月はですね、2023年に関する反省をテーマに語り合います。サイコロの1か6が出た場合は今日のスタジオ出演のアナウンサーですから、淵上アナウンサーの反省、はいはい、第3のアナウンサーですね、第3のアナウンサー、はい、で、そうですね、第3のアナウンサーで、2345が出たらリスターの皆さんから届いている反省メッセージをもとにトークを展開していきます。なるほど、はい、ということで、じゃあサイコロは私が振りましょうか。じゃあ、そうですね、1か6が出たら淵上アナウンサーね、はい、で、2345だとリスナーの皆さんから届いている、はい、反省です。です、はい、行きましょう、せーの、よいしょ、出ました、はい、5が出ました、5が出ました、リスナーさんですね、リスナーさんですね、はい、はい、いただきました、はい、秋光子さんからメールで、はい、今年一番の反省はカーペットにコーヒーをぶちまけたことです、うんうんうん、しかも今年建てた新築の家に慌てて拭いてもうっすらシミが残っています。きちんと敷き詰めてあるので新しくすることはできません。家の打ち合わせの多さに疲れて、カーペットの色を適当に選んでしまってさらに反省と、うん、汚れが目立たない色にすればよかったということですね。なるほど、新築のね、いや精神的ショックがね、大きいですね。得てしてね、そのソファーとかね、うん、買ったばかりのソファーとか、うん、カーペットとかそういうものにこぼしがちですもんね、川さんありそうですね。いやまださっきいろいろ話しましたから、いやいやもうこれ以上例がありませんけどいやまだまだ出てきそうなんでねいや本当お気持ちをお察ししますけれども、もう本当染み抜きするしかないですからね。ないですよね、ショックですよこれ。新築でしかもね、新築の時っていろいろそのね打ち合わせとか書類関係とかたくさんあるから、はい、そういう多分疲れもあってね、あっていうそういうエラー動作が起きちゃうっていうことなんでしょうね。ですね、うん、私も HBC の新社屋でもうコーヒー結構こぼしますからねそうなんだ、後輩のアナウンサーに怒られる、あのシミは山内アナウンサーですね。目立つところに、目立つところ、せっかくの新局者なのに結構コーヒーシミがあるんですよ。私もね貢献してますけどもね、貢献しちゃいけないるって貢献しちゃいけない、はい、ということでじゃあ、はい、はい、じゃあもう一回行きましょうか、行きましょう、はい、はい、じゃあ続いてのサイコロ、よいしょ、川さん振りました、 6出ましたよ、6、おっと淵上アナウンサーの私ですか、反省ということで、反省これはもうたくさんあるでしょ、ね、お出ました、マウント取れるチャンスですこれ、逆にさっきなんですけど、美容 の顔パックあるじゃないですか、美容の顔パックを、うん、まあいろいろちょっといろいろ訳があって、うんうん、山根あゆみさんにちょっとプレゼントしたんです、さっき、おさっきねプレゼントして、うんうん、でそれでありがとうございましたって山根さんが言ってきたんですよ、うんうん、机に来たんですよ、うんうん、でその時に私が、うん、あこれで、
心も体も綺麗になってって言おうとしたんですけど、うん、心も体も綺麗になってって なんか変だなって思いますよね。ちょっとやらしいですね。なので、うん、頭の中で思って言葉変換したんですよ、うん、でその結果出たのが心も顔も綺麗になってって言ったんですけど余計失礼になって、あれそういうつもりじゃないんだけどってなって、その後にこれで別人になって、全部失礼なんじゃない、全部失礼なんじゃない、オール失言、オール失言だったっていう、オールセクハラ。いやだから、うん、それでそういう風になっちゃったねって、うん、なのでその言葉選びっていうのは本当に難しいねっていうお話でございます。潜在的な山根の顔が汚いと思ってる、そんな風には思ってない。だからパックを上げたから、その言葉のチョイス、言葉ミスですね、チョイスミスですよね。これはだから普通にこのパックを使ってリフレッシュしてねでよかったわけでしょ、とか身も心も綺麗になってねみたいなね、まあ、心身ともにリフレッシュしてっていう意味で、うん、まあまあ、っていう意味で言う、うん、よかったんだけど、最初に思いついたのが心も体なんか変だなと思って、うん、そうなんかちょっとセクハラっぽいなと思って変換したのが、心も顔も綺麗になってて、それ失礼だろって、失礼極まりないっていう、笑いながら話を山根さんとしたって、まあ多分今聞いてると思いますけど、ね、まあ、山根がねおおらかな性格なんでよかったですね。そうそう、許されるっていう、ね、山根さんすいません、人によってはちょっと胸大変傷つく、なんか厳しいですね。だいたいさ、2023年に関する反省って言ってる割にはさ、ちょっとやっつけっぽいよ、反省自体が。ついさっきやった出来事でしょ。いやだから、うん、いっぱいあるけども、一番新しいところから、フレッシュなものを出したわけじゃないですか、うん、まだまだいけますから あるってことですね、うん、じゃあこれからもう一回サイコロ振ってね。なんか急に厳しいですね。もうマウント取ったらもう、これ1か6ならもう延々2日目に2023年の反省を続けるわけですから、権力奪ってみたいな感じ。2,3,4 怖いなこれ、はい、どんどん時間の許す限りいきますよ、もうよいしょ。あ、4はリスナーさんですね、はいはいはい、ですね、フッキーさんですね、はいはい、2023年の反省は料理のレパートリーが増えなかったことかな。今年の春会社を辞め、心にも時間にも少しだけ余裕ができたので、うん、料理のレパートリーを増やしたいなと考えていたんですが、素晴らしい。8ヶ月が経過した現在もまだ新しい料理に挑戦できず、一つもレパートリーが増えていません。自信を持って振る舞える料理はハンバーグと市販の素を使わないグラタンなど洋食が多いので、じゃがいもの煮付けですとか黒頭の煮付けなどの和食をレパートリーに加えたいんです。来年は母に見てもらいながら和食の味付けを覚え、レパートリーを増やしたいなっていうことですね。素晴らしいですね。これね、気持ちだけでも素晴らしいと思います。気持ちだけでもね、うん、いやでも山内さん、うん、やっぱりこうね、50を超えるとありませんか、うん、その成長してない自分というか、幅が広がってない自分というか、ありますよ。毎年同じことを繰り返してる自分というか、はい、ありますよ、今日なんかテーマが一貫してますね、そのエラー動作というところで。いやいや、まあ、エラー動作はいいとしても、いやなんかやっぱりこうね、日々そうやってレパートリーを増やすとか、うんうんうん、仕事の幅を広げるとか、はいはい、なんかね趣味を広げるとか、うん、やっぱり人生っていうのはこう前向きにいかなきゃいけない、そうそう、うん、のに、うん、なんか聞いとってみると2年前も3年前も5年前も一緒だなみたいな、うん、そう、うん、人生をちょっと送ってるなという大きな反省もなきにしもあらず。だから、ね、ここ10年でなんか新しくやったものとか、ね、趣味とかあります？なんか新規開拓みたいな、うん、新規開拓したもの、強いて言えばだからピアノぐらいですかね。あ、ピアノですか、うん、ではだからここ10年でっていう単位で言うならですよ、うんうん、今もやってるんですか？今も、いや、まあ、今もまあだからね、子供の習い事で買ったのを機会に、ええ、うん、たまに弾いたりはしているので、お、うん、どれぐらいの腕前なんですか、まあ、語るべきものはないですけどね。大人になってからやってるわけですから。猫踏んじゃったぐらいですか、まあ、黒剣の、まあそれはさすがに弾けますけど。あ、弾けるんですか、うん、お、いや、まあ、なんですかね、たまに披露してますよ、音卓とかで年に1回ぐらい。あ、はい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 、うん、まあそんな語るべきものはないですけど、まあ、10年単位で言ってもでもそれぐらい、おう、うん、だから5年単位で言ったら何もないですね、広がったものは、ね、もうちょっとピアノ弾きながら登場するとか、そういうレベルじゃないんですって。だから、あ、そうだ、まあ、暇つぶしのレベルで言えばね、個人的な趣味で言えば。いやでも二上さんなんかあるんですか、この10年で。私、うん、まあだからゴルフ以外で言ったら、いやゴルフなんてもう15年20年前からやってるでしょ。ヨガ。あ、ヨガ、ヨガまだやってんの。え、ヨガやってます最近も。いや、そうですか。もうこの1年も風邪を引きすぎるぐらい引いたので、うん、ちょっと免疫力を上げようと思って、まあ、骨折して結局
動かなくなったりとかっていうのもあったんで、はいはいね、骨折もない子供生まれたりのもあったんで、ほう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 、まあ、最近結構ヨガあの動画を見て、うん、ね、いろんなものがあるんで、はい、でその動画を見ながらヨガやったりとかしてます。そうじゃなくて、ま、体つっちゃって動けなくなるとか。大丈夫。ビリーズブートキャンプに病院送りにされた話はもう20年近く前ですか。あ、20年前か。20年近く、15年ぐらい前ですかね。自宅で体動けなくなって、そう、背筋がつったっていうね。そう、はい、事件がありましたよね。それね、ビリーズブートキャンプがもう流行り出した最初の頃です。あれも20年経つの、あれから。そうですね。あ、15年は前だろうな。15年前ですか。そうですね。そういうのはありました。でも。そうですね、ヨガとかが一番大きいですね。コーヒーが好きとかね。コーヒー、うん、コーヒー豆とかね、うんうん、そういう いろいろね、うん、はい、比較的あの淵上奈さんミーハーっていうかね、ええ、あのなんかウイスキーのドラマとかが始まると急にウイスキー研究しだしたりとかね、 あのにわかに語り出したりするタイプなので、感化されやすいの、うんうん、まあそうですね。愛の不時着見て感化されてめちゃめちゃ語るとかね。そういうタイプだから、コーヒーも多分何かの影響なんでしょう。何かの影響で豆について急になんか誰から。いや、コーヒーはね、うん、でもね、ドラマとかじゃなかったですね、うん、なんか心から欲したっていうか。あ、心から欲した、いいこと言いますね。あ、わかりました。あのねハワイに行った時にお、ちょっとコーヒー農園に行ったんですよ。粉コーヒー、うん、それで感化されて、うん、もう粉コーヒー以外のものコーヒー豆とかっていうのをいろいろ探し始めた。やらしいね、なんかエピソードもやらしいね、なんかね、ハワイに行った時にですね、うんうん、っていう時点でもうなんか、ああもうこれはもうああみたいな。まあでも話の流れ上どうですか、山本さんもこうここ5年10年、10年でいいですよ、10年で、新しいこと、うん、新しいこと、アイドルを覚える。それ昔からでしょ。そうか、それ昔からでしょ。アイドルとポケモン GO ずっと変わってないんじゃない。ポケモン GO もやってますよ、ずっと、うんうん、今チームプレイでミッションあのねコンプリートしなきゃなくて大変ですよ今。もちろんさんも、ね、やってることがあんまり変わらないんですよね、比較的ね。何年も前からポケモン GO やってる姿と、ね、でました、権力はもう掴んだら話しません話しませんね、もうね。ちょっと今日は定例な、ね、まあでもね、話に終始してしまったなっ。まあでも、うん、あの最後言えることは、はい、この3人は進歩がないっていうことです。せめてこうね、仕事の上では進歩してこうね、来年はより良い中継がお届けできるように。まとめに入りましたけどね。急にまたこれエンディングテーマ流れてるんでしょ、これ。まあそうです、まとめに入る、もうね、そういうことでございますけどね、より的確に、あのスポーツシーンをお届けできるように、まあ、我々みんな頑張っていこうということ。いやだからね、来年、いや、ね、今年去年とちょっとファイターズが最下位続いてしまって、はい、来年こそいい成績残してくれれば、はい、我々実況アナウンサーもこう盛り上がってですね、はいはい、なんかこう新しい感動、うん、やっぱ ね人間って大人になっていくと新たな感動がないからあっという間に時間が過ぎるっていう話を聞きましたよ、ね、はい、そういう感動をねみんなでこう分かち合えるっていう、そうすると実況アナウンサー含め、うん、リスナーさんもガッとこうなんか盛り上がると、なんかちょっと来年期待できそうですね。できそうですよ、ね、うん、ね、山崎幸也も入ってね、加藤も残留してくれて、新しい、しいところと今日現役ドラフトもね、ありまして、ソフトバンクから水谷俊選手、外野手ですよね、外野手のね、お父さんはナイジェリアの方かな、ね、ちょっとこう万波中正選手にこう身体能力、ね、雰囲気としても似てるようなところもあって、足も速そうです、楽しみですよね、ですよね、そんなんで来年こそはね、こうみんなでこう大きな感動を分かち合えば、2024年は、そして私たち、ファイターズも同様にエラーをなくしていこうと、またもうドヤ顔でもう、ね、旗の方式もうね、ずっと何分か前に思いついたのずっと秘めといて残り1分間で話すっていう、いいこと言ったぞ、旗の方式、もう私閉店ガラガラなの、鼻の穴が膨らんでますからね、もうね、もう今日マウント取り合いで大変、みんなマウント取ったら話さないっていう、ね、残念な反省会になってしまいましたけど、まあね、残念な番組にもなってしまったので、ということで、こんなんで HBC ラジオ金曜反省会はお別れのお時間でございますね、はい、はい、ということでここまでのお相手は HBC アナウンサー山内陽一と川端浩一と淵上裕之でした、はい、2週続けて男祭りでしたが、来週は誰が出てくるか、女性が出てくるか、はい、お楽しみに。では素敵な週末を。さよなら。